皆さんご無沙汰しております、サビソナです。今回は豪徳寺に来ました。ここ左折ですね、豪徳寺はね東京都世田谷区になるお寺です。豪徳寺2丁目24区、なんとね井伊直弼の墓もあるんですよね。知ってましたか。はい、豪徳寺ですね、こんな感じです。外観が、まあ、入り口がこの感じ、結構、歴史のあるお寺でございます。創建がウィキペディアですと文明12年、1480年にはねできたということですね。3号としては大慶山です。大賢山豪徳寺で、会期が、吉良、正忠、開山は正慶っていうのかなという方でしょうか。騒動主のお寺です。今こちらに、ね、映っているのは都史跡井伊直弼の墓、彦根藩主第13代でしたっけ、大老と申し、江戸幕府の大老にもなった方でございます。時代は、幕末1850年代ですか、ので活躍したって言った方がいいでしょうか。その頃のね、方ですね。言ったら有名なのは安政の大国とかそういうのがありますけどね。宣伝内容がね、彦根城とか関連ありますが、確か彦根藩が、あれですね、庇護してたというなんかいわゆるお寺の一つです。彦根藩はね安定のと滋賀でございますが、まあ、東京にもね彦根藩邸はありましたんで、多分そのつながりかなと思います。豪徳寺の三門ですね、多分江戸時代くらいからでしょうか。いや驚きなのはね、欧米系の方がね結構来てるってことですね。こういうところはね人気ですよね。はい、こちらですね。これは何なのかちょっと私にはわからないんですけど、多分あれかな、煙とか炊くんでしょうか。多分中から煙が出てくるんですよね。そこの隙間からね出てくる感じで、それでまあお香って言うんですか、香典って言うんだっけ、ですかね、そういう感じでだと思います。で多分下に書かれてるのはここに寄贈した方の名前だと思われます。で金のこれ金で描かれたなんか花みたいなのありますが、これ多分家紋かな、井伊家の家紋なのかちょっとそれは分からないです。この寺の家紋かもしれません。まあそんな感じです。まあ、上にはなんか何ですか、まあ狛犬的なものが載ってますよね。まあお寺ってなんかこういうのを載せてるところもあるかな。狛犬じゃないか、狛犬っていうのは神社系が多いですけど、まあ寺は何て言うんでしょうか。はい、これは何ですかね、ちょっと自分でも、ね、よく分かんないで撮ったんですけど、多分、仏殿かな、仏殿ではないかな。結構ねいろいろと建物があるんですよねこの寺はね。はい、まあ、豪徳寺のこれ上、あすいません、上のね、この屋根の上の方に、左と右にね金でなんか井戸っぽいような絵が描いてありますが、これ多分井伊家の家紋かなだと思います。間違ってなければ井伊家の家紋、井伊家の井戸ですね、井戸の井ですね。一応このねお寺結構古いって感じですね。これは多分伽藍っていうのかな、お寺のね内装って感じですかね。まあこんな感じです。結構いろいろとあるのかな。よくちょっと3体ありますけど、あと菊の花みたいな、菊じゃないか、蓮かな、蓮の花みたいなのがありますしね、まあ、お寺って感じですよね。まあ、総道士のお寺なんで、禅寺ですかね、禅宗という感じでございます。まあ、ウィキペディアの情報ですとね、1590年に、まあ、小田原征伐の時、ここお城だったんですよね。まあ、それについて後で調べます。いいんですよね。多分こっちのほう細い道はね、墓参りの者以外立ち入りご遠慮しますということで、多分これ地元のね、地元じゃないこの寺の檀家さん
なところでしょうか。で、次に井伊直輔のところは多分、ね、入っていいんですよ。完全に井伊直輔ですから。井伊直輔の墓所ですね。実はね、直輔、井伊直輔のね、遺体がね、実は豪徳寺にないんですよ。どこにあるかって私も聞いたことないんですけど、あ、聞いた話によると豪徳寺にはね、ないんですよ。これね、ここが結構なんか気にはないんですけどね。あともう本当にいい気のね、方々、面々が、ね、あります。まあ、井伊直輔筆頭に、初代の井伊直政とかいうのかな、いないですね。二代目くらいからかな。まあ、この寺に寄進したんだと思うんですけどね。直政とか、まあ、井伊直政はね、いいけど、まあ、一応実質初代的な感じですね。それ以前にね、井伊直虎とか、おっとっとっと、井伊直虎とかね、いますけどね。はい、こちらですね、細かいことが結構書かれてると思います。まあ、一時停止して、ご覧ください。まあ、彦根藩、井伊直輔の、井伊家の墓ってことですね。井伊直輔以外もね、井伊家の墓として機能されてます。井伊家、彦根藩二代目当主かな、井伊直親っていうんですか、その方から代々、ここをお墓にしてるらしいんですよね。初代藩主は確か井伊直政なんですけど、井伊直政はね、ここのボス、ここには入ってないと。井伊直輔ですね。井伊直輔は、まあ、13代目ですが、はい、ありますね。結構端っこの方ですかね。そういう感じです。で、実は、まあ、いろいろとね、闇深かったり、闇深いっていうのかな、そんなに深い話じゃないですけど、ここには実は、お骨がないとか言われてますね。まあ、最終的には井伊直輔は、安政の大獄を行った後、まあ、いろいろとね、ありまして、江戸城の前の、いわゆる、あのね、桜田門で、暗殺されました。実はね、ここもともとお城だったらしいんですよね、豪徳寺の跡地が。でそれで多分ね、ここもともと世田谷城ってお城があったんですけど、まあ、そういうね、なんか世田谷城の時のこう土塁だろうとかね、そういうのあるらしいんですよね、まあ、確かにちょっとね、ここちょっと気持ち高いようなところにあるんで、お城なのかなと思います。大体ね、なんか際とか、なんかの際とかね、そういうのがね、そうなのかなと思います。こちらに井伊直孝ですね、二代目当主ですね、井伊直政の息子だと思いますが、そういう感じですね。豪徳寺中興の回帰ということですね。正倉院殿の豪徳天英大師かな、多分 この辺全部井伊家ですね。まあ、いいといえばね、まあ、ついでに言うと、まあ、そもそもね、まあ、井伊直輔含め、井伊家はもともとね、滋賀の近江の国を拠点にしてたわけじゃなくて、もともとはね、あそこですね、遠江のね、飯田に、今の浜松の天竜区とかそっちの方かな、の方をね、もともとが拠点でございまして、その後ね、まあ、江戸時代ですね、まあ、直政ですか、まあ、あれですよね、徳川四天王との一人でございますのでね、それであれですね、まあ、いわゆる徳川のね、特に重要なところの立ち位置にね、いましたね。他にあと、まあ、四天王といえば堺とか柳原とか、何でしたっけ、誰がいたよね、なんかもう一人いたよねって感じですけど、もう忘れちゃいましたけどね。井伊直輔のね、ちょっとね、話もありますね。桜田門外の辺でね、亡くなっております。これはね、当時の、まあ、徳川慶喜と家持ちのことですけど、まあ、いろいろとね、その家持ちの時の、あれかな、大老ですね。で、まあ、いわゆる井伊直輔としては、開国というかね、いわゆる、まあ、いわゆる問題としては、日米和親条約とか、その辺の話で、当時、別の地域では尊王攘夷とかね、いわゆる天皇を敬って何なら外人を追っ払おうぜっていうね、動きがあったんですけど、まあ、そのね、尊王攘夷派にね、襲撃されました。確か水戸の武士、水戸系の武士と、あと薩摩の武士一人がなんか参加したっていう話ですけどね。まあ、地味薩摩ってね、地味にいいとね、ある意味ちょっと因縁があったりしなくもないですけどね、薩摩の島津ね。
まあ、関ヶ原のところでね、結構地味にあったようなないようなって感じですけど、そんな感じですね。まあ、いい直すけど、まあ、安政の大国とはね、めっちゃ悪いことしてますけど、まあ、横浜とかね、そういう地方ではね、まあ、場所によってはね、とても尊敬されてたりします。まあ、いろいろと横浜のね、発展とかもね、実はいい直すけ関わってたりとかしますね。確かね、横浜の中区の野毛の方にね、いい直すけのね、銅像ってかな、あるんですよね。見たことはあったかな。まあ、私も一応横浜市民なんでね、でちょっと私の場合ね、横浜市民だけど、ちょっとね、ご先祖さんがね、薩摩の方に関係がある人間なんで、なんともね、ちょっとね、心境ね、微妙なラインの人間でございますが、まあ、いい直すけについてもね、微妙に、うーんって感じですね。特にそんなにね、まあ、時代も時代だったってことですけどね。でもまあ一応ね、なんやかんやね、今、日本ある程度の地位ありますじゃないですか。まあいろいろと今のご事情、悪い状況になってますけど。でもね、一応、ある程度、まあ日本言ったら植民地に合ってないのはね、ある意味、あの時、開国とかね、世界の、いわゆる歴史の表舞台にね、出たことがね、ある意味進歩だったのかもしれませんね。まあ最低でも開国してなければ、今頃どうなってたか、ちょっと想像はね、ついてたらね、結構想像やばいことになってますね。もっといげつないことになってると思いますが、まあ、時が悪かったとしか言えないんでしょうか。これがね、井伊直弼の墓所ということですね。これであって、これかな。わかんない。官職もらってますね。正4位の上ですね。貴族とかの称号とかに近いんじゃないですか。正4位の上って確かよく覚えてないですけど、正の5の下ぐらいから確か格上っていう概念だったような気がしますけどね。まあそんな感じですね。これでいいのかな。これで合ってるのかな。これがね、井伊直弼ですね。の墓です。こんな感じです。まあ、言うて、井伊直弼が生きてたのは、およそ160、70年前の話ですから、まあ、そんなに古いお墓というわけではないですね。まあ、こんな感じということで。まあ、そこそこ立派な感じでしょうね。で、まあ、井伊直弼、やった実績、まあ、安政の大国、まあ、それはね、吉田松陰とか、結構、そういう後々の幕末に影響するような方々のああいういわゆるキルティですよね。キルティ、まあ、これ以上言うとちょっとね、細かく言っちゃうとまずいんでこれほどにしておきますが、キルティとかね、あと日米和親条約とかその辺でしょうか。その締結とかその辺やった感じですね。こちらも多分井伊家の代々の墓、代々というかね、何代目かちょっと全員わからないんですけど、多分それ関連ですね。ちょっと僕の方にいい直近かな、2代目の当主の墓があるって感じですね。こちらもそうかな、同様いいけど代々の墓だと思います。とりあえずいいけってね、確か14代かな、ありまして、13代の時が直弼の時で、まあその後の14代の間結構ね大変だったらしいんですよね。いろいろとね、いい直弼が暗殺されたことでその後の処理とか大変だったというのは聞きますけどね。これはね、井伊家のエリアって感じですね。豪徳寺の井伊家の、墓のエリアですね。こんな感じなんですよ。結構もう周辺墓なんですよね。はい、次では映像です。ではね、次はね、まあ私の、まあ、一つの目標としては井伊直弼の墓っていうどんな感じなのかなって見に来ただけでもあるんですけど、もう一つはねまあ、今回の場合これはね、歴史的な視点でございますが、次はね、東方プロジェクトのいわゆる東方的な視点でね、見ていこうかなと思います。東方ね、豪徳寺って言えばね、豪徳寺三家っていう東方交流のキャラがありますけど、そのね、元なんかな、招き猫が大量にあるらしいんで見に行きたいと思います。ちょっとね、このお寺がね、豪徳寺がね、閉まるのがあと15分くらいなんで、急いで見つけに行きます。なんか三重の塔とかね、目に行っちゃうようなものいっぱいあるんですけどね。これなんだろう、これ何の戦いの方なんだろう、分かんないですよね。はい、こちらがね、三重の塔ですね。豪徳寺名物なんかな、そこそこのね、大きな塔ですね。
歴史的にも古い建造物って感じでしょうか。とても重要な建物だと思います。まあそんな感じですね。まあ重要な施設と言ってもいいでしょう。まあ、まあ目立ちますよね、この寺の中ではね。とても目立つところっていう感じです。次ですね、これはちょっとね分かんないと思います。これ拡大しましょうか。拡大映像がね次のシーンになりますね。こちらですね、なんとね、よくよく見てても分かんないですけど、まあ、ある程度は形見えると思いますが、招き猫ですね、白い猫、まあ招き猫ですけど、それがね映ってますね。この寺実は招き猫の有名なお寺でございます。それについてはちょっとねウィキペディアからね参照します。ちょっとね多分招き猫の話、映像が出てその後ね招き猫の話、招き猫伝説についてねちょっとね話していこうかなと思いますので、ちょっとね今しばらく、映像を見てから ご覧ください、お話、私のお話をお聞きください。では多分次映像になるかな、なると思います。ではどうぞご覧ください。じゃあこれサムネ映えしますね。これすごいな、サイズもいっぱいバラバラ。小指の関節、一関節ぐらいのサイズだと手よりも大きいのもありますし、すごいですね。まだここから続きあるわ。これ着想してない？特に方角決まってなさそうですけど、わ、これはすごいな、これはすごいわ。しますね。これすごいな、サイズもいっぱいバラバラ。小指の関節、一関節ぐらいのサイズだと手よりも大きいのもありますし、すごいですね。まだここから続きあるわ。そうしてない？特に方角決まってなさそうですけど、あ、これはすごいな、これはすごいわ。こちらですね、招き猫大量集結というね、もっとこれすごい絵面がありますんで、それはねどんどんね後々で出てきますが、招き猫伝説ね、ですね、豪徳寺の招き猫伝説について話していきます。ウィキペディアの情報なんでどこまで正しいか分かりませんが、ちょっとねウィキの情報をちょっとお借りします。招き猫の発祥の地としてされている場所です。井伊直孝が猫によってね、門内に招き入れられ、雷雨かな、雷雨を避け、和尚の砲弾を聞くことができて大いに喜ぶ。後にね、井伊家の、まあ、なんか井伊家のね、なんか重要なものとなったということですね。で、豪徳寺はね、招き猫と称し、招き観音を、祀る招き猫殿を置くということですね。招き猫殿の横には、ガンがね、願いが、成就した お礼として、数多くの招き猫寺が奉納されている
ちなみに、ね、招き猫字は、右手を上げており小判を持たない素朴な白い、猫である、白い招き猫っていうかと言いますが、確かに、映像を見ますと、右手を上げて、なんなら、小判を持ってないんですね。で、まあこれが招き猫字ですね。そうなんですよね。ウィキペディア読んでね、ふおーっとなりますが、これ本当だからちょっとわかりませんけどね。まあそういう感じらしいですけど、で多分トン動画ね。まあこれ太陽招き猫ですけど、多分本動画はなんかねリスト、まあ多分再生リストになってると思いますが、なんでこれがね東方プロジェクトのね、再生リストに入ってるか。はい、じゃあこっからね東方の話になります。東方プロジェクトのね話になります。ではねちょっと解説しましょうかね。実はね豪徳寺で東方ファンの方でしたピンときた方、東方ファンでも、まあ、最近入ってきた人がちょっと分かんないかもしれませんけど、そこそこね、歴の長い方、多分ピンときた方はいると思いますが、豪徳寺といえば、東方光遊堂の一面ボスでしたっけね、一面ボスの豪徳寺三家、でね、ピンときた方、その通りです。豪徳寺三家の豪徳寺ってまさしくこのお寺のことです、豪徳寺です。でミケ、まあねミケは猫の名前ですね。まあ豪徳寺ミケって外見から見ればあれどう見ても猫ですね。まあ一応人間の形を手を出してますけど、一応ねこれまさしくもうこれ招き猫なんですよね。でちょっと話、まあ私どっかのねチャンネルのどっかの情報だった話ですとね、まあ豪徳寺ミケは完全なるねこんな真っ白な猫じゃなくて、なんかミケ猫ですから結構いろいろと模様があるって感じで、なんか結構ね闇深い話を聞いて、なんかあやふなんかね闇を抱えてたのかよくありませんけど、そんな流れでね、確か幻想郷に行ったっていうね確か経緯がある感じだったかな。間違ってたらすいません。なんかねここも、まあ、多分こんなちょっと正式なね話あると思うんですけど、そんな感じなんですよ。ですから豪徳寺三家ファンとかね、ここ絶対来ると思う、行った方がいいと思います。てか多分行くと思いますけどね。まずさすがに豪徳寺三家ファンって結構少ないと思うので来る方も少ないかなと思いますが、もちろんね東方ファンであればまあ絶対行くといいと思います。で東京県内だったらね結構いい場所、実はいいですし、まあ他のね東京にも結構東方の聖地はちょこちょこありますけど、まあ私もちょこちょこ行ってますが、まあインパクトがね薄いかなと思うんで、豪徳寺は確かね迫力ありますね。まさしくね、もうあと、確信ってかね、確定しますから、もう、ここは確実なんで、豪徳寺向けは。もう豪徳寺向けじゃない、豪徳寺はね。もうね、一度は行ってみたいなって、タイミングね、見計らってね、行けたんで、これ行けんじゃんってことで、もう勢い、そのまま、豪徳寺に行きましたね。いやー、まあ、まあ、それもいいんですけど、まあ、これはこれでね、豪徳寺向けは置いといて、大量の、このね、招き猫、すごいなと思いましたね。サイズもね、こんなにね、大、中、小みたいな感じで結構ね、何種類かありますし、まあ、なんだっけ、まあ、札みたいなのとか、お守りとか、いろいろとね、あるんですかね。まあ、一般的な招き猫ってかね、もともとの元祖はここですから、こんな感じということで。いや、すごいですね。白い猫って感じですよね。まあ、白い猫は結構ね、猫をもたらす的な感じに言われますけどね。最終的に黒い猫はなんか評価が薄いイメージありますけど。私としてはね、白猫より黒猫派かなですね。うん、特に細かい気持ちが、心の中にはそういうのはありますけど、黒い方がいいかなとは思うような、まあ思いますけど、ね。まあ、白猫も白猫でいいんじゃないですか。なんか白猫プロジェクトっていうのなんかゲームありましたっけ、ちょっと関係ない話になってますけど、ね、まあいいや、まあ、そんな感じで、ね、豪徳寺ってこんなんですよ、まあ、実際これを見てね驚きましたね。まあ私がね、重点的に置いてるのは 50% 高齢もありますけど、もう 50% はね先ほどのいい直すけど墓ですかね、なんか半分半々なんですよね。あ、じゃあ結構ね
まあ、歴史的な、まあ、今回の動画歴史的な面と、まあ、歴史的な話はほぼないですけど、まあ、歴史的な面と、まあ、あと東方プロジェクト的な面で、前回の動画を含めれば鉄道的な面と、もうね、無敵ですね、もうオールスターズですよ。もう私の趣味のオールスターズ、趣味かな、歴史は最近趣味と思わなくなってくるようなちょっとね状況ですけど、まあ一応ね、オールスターズ、父ちゃんのオールスターズね、もうこんなここまでね、高知なところ、あと京都ぐらいですか、京都ならぐらいですかね、京都ならそんぐらいじゃないですか、まあ結構ね、もうあそこの面白い、ノリノリの場所はね、ここぐらいじゃないですかね。東京だとこういう位置ですね。ね、場所は東京都世田谷区です。東京都世田谷区の某特地という感じですね。結構ね、よう見ると、この集合体ある意味ね、ちょっと集合体恐怖症の方はね、結構きつい絵面になると思いますけど、いやみんな同じ顔してるから、ある意味ちょっと怖いっすね。集合体恐怖症以前に、なんか、ちょっと怖い意味はありますが、この写真ね、わざと狙って撮ったんですけど。これ多分、なんかね、猫の周りに、猫の周りじゃない、猫の、なんかね、多分、これ、阿弥陀如来っていうのかですかね、なんちゃら菩薩なのか、ちょっとわかりませんけど、の下にね、猫が大量にいるって感じですね。これ仏像的、仏像じゃないね、石像っていうんですか、あれですね、石仏っていうのかな、ちょっともうわかんなくなってきましたが、まあ、そんなものもね、あるんですね。まあ、ちょっとね、結構ね、訪日外国人結構多かったですね。次映像です。今後の農業的に何か読むんですか、何か狙って何かにこう買ってここに置くみたいな、そういう感じなんですかね。大きいのだと何だろう、1万円とか普通に超えてますよね。ちっちゃいのあると500円とかでしょうか。いやでもすごいですね、これこそインスタ映えじゃないですか。めっちゃ招き猫多いんですけど、全国のね猫ファンの方、来てみてはいかがでしょうか。ちょっとね、汚れてとか雨でね野ざらしになってる猫もいますけど、まあ行ってみるといいんじゃないですか。いやーすごいすごい、こっちは本殿かな、本殿っていう形ないか。あ、これバッキバチ、これコンピューターの、あ、これ行ったら大変か。いや、どうなんだろう。あ、これ最近作った方かな、割とね。そんな感じでしょうか。はい、こんな、これは多分仏殿っていうんですよね。お堂っていうんですか。多分鉄筋コンクリートですね。木造のね、ところもありますね。で、まぁ、ちょっとね、東方の話にちょっとまた戻るんですけど、まぁ、一応ね、実はね、この日、まぁ、豪徳寺駅の紹介も分かったと思いますが、それ以前のね、なんですか、秋葉原駅の紹介と、あと東方のね、何でしたっけ、春祭りですか、白麗神社春祭り、2024。実はね、行った日なんですよ。同じ日で、その足でここに来てるんですね。で、あれ、そこの、いわゆる2024で買ったものとしては、まあ多分紹介はしてないはずですけど、一応缶バッジなんかではちょっとよく覚えてないんですけど、まあそれと実はね、東方交流堂のねソフト買ったんですよね。まあそうなんですよ、まあ、その時まあそうなんですよね。あ、これ今の建物、これはちょっとわかんないですけど、まあ多分これもね、なんかお寺の建物ですけど、まあ、とても重要なものですね。じゃあまた東方の話もありますが、多分つい映像とか写真とかちょこちょこありますけど、さあ一時停止してご覧ください。ちょっと別の話してますね。ではね、まあちょっと東方の話ですが、まあ東方交流堂、じゃあ、買ったから、じゃあ、交流堂に関する場所というしては、もう関東だったらここ一箇所だなと思って、もう豪徳寺行きましたね。まあそもそも豪徳寺行こうが先だったか、交流堂のソフトを買おうが先だか、ちょっとわかんないところですけど、まあ実はね、私、まあ、東方ね、交流堂のごめんボス、飯綱丸めぐみの最推しでございます。推しにしてる方でございます。方ってか私、推しにしてるものでございますが、もちろんね、なぜかね、何のつながりだか知りませんが、一面ボスのね、こちら、豪徳寺三木の元ネタの豪徳寺三木だというのはね、よかったですわ、よかったですわっていうのは何ですかね、よかったところですけどね。
とりあえずまあそんな感じですね。で、ついにまあ今後ね、多分東方の聖地結構ね、どんどん東方の聖地単独っていうのはね、まだいろいろとねやんなきゃいけないのかなと思いますが、まあちょっとね、近々東方の聖地巡りかっこイン長野というのをねやるつもりでございます。イン長野っていう題名ではないです。やるつもりというかね、予定でございますが、実行するかちょっとわかんないんですけど、実行されるとすると多分ね、ツイッターだか、インスタだか、まあはたまたこちらのコミュニティだか YouTube のねコミュニティで動きがあると思うんで、多分ね、確実に一発目何がね、諏訪大社とか出てきた瞬間はもう確定しますから、これやるんだなと思ってください。まあね、今のところは諏訪行って、ちょっとね、諏訪からまた離れて、ちょっと東方の聖地一切ない飯田の方に向けて、名古屋って行って、まあ名古屋の方だと熱田神宮がありますから、熱田行って、まあ、その後、東方の聖地関連で長野市内と白馬ですか、そこを押さえていこうかなと思います。今これ GO 独自のあれですね、本店ってかよくわかりませんか、そんな感じですね。まあ東方交流堂、まあてか正直言うとプレイしたことないんですよね。まだソフトは買ったんですけどプレイしたことはないんで、もうちょっとね実際にプレイ したいなとは思ってます。東方ね、交流堂もそうですけど、まあ多分次回、まあその関連だったら風神録のソフトも買っといた方がいいかな。プレイして、実際にプレイした感じです。プレイして実際に行って、まあ多分実際に行ってその後プレイが正しい順になるんですけど、感想ね多分伸びると思いますんで、まあなんか、ああここがこういう感じなのかというね、なんかつながりがねあると面白いですし、多分そもそもあのソフトの、ソフトっていうかな、あのカバーっていうのがね、あれがね、風神録はもう完全に諏訪大社のあれ秋宮でしたっけね、そういう関連だった気がしますけどね。ここ交流堂は全然関係ないかな。こことも関係ないですし、また、まあ、イーズナ丸めぐみの関連のイーズナ山でもないですし、多分あれですかね、どっかの洞窟じゃないかな。ちゃんとね、ソフトの外見、あれ違う、あれ、天球島田だっけ、あれちょっとすいませんね。あの、なんか、何かがぐちぐちになって、今、よくわからないことになってますけど、交流堂は関係なかったかな、豪徳寺は関係ないって感じですね。はい、まあこんな感じです。まあちょっとね、この写真はね、外国人受けするんじゃないかなって撮ったような感じですね。人はいないんで完璧かな。これ、まあこれちょっとな、春ぐらいだったんで、春の5月の8日ですので、まあこんな緑っぽいんですけど、これ秋に行くとね、これ多分この緑のところがね、黄色じゃない、赤になってたり黄色なんかちょっとわかりませんが、それはそれで、見応えあると思います。これからのシーズンかな、多分動画投稿 してちょっとした、数ヶ月後のねシーズンがねとても見応えあると思いますね。あと豪徳寺はね、まあいろいろと、皆さんねよく行くの招き猫ですね。招き猫は結構人気ありますね。あの実際にね招き猫のところに外国人、まあ、ってか日本人ほぼいないんですよ。日本人いないのかと思いましたけど、まあ結構ねアジア圏並びに結構欧米の方もいましたんで、やっぱこういうところ、欧米の方受けるんだなぁと思いましたね。こういう感じで豪徳寺。まあ、招き猫は結構集中しますが、井伊家の墓。井伊家の墓はね、ガラガラですので、ちょっとね、そこはマイナーなのかな。でもメジャーだと思うんですけどね、井伊家の墓、井伊家のね、結構2代目からもう10何代目、もう井伊直輔とか、その世代までね、墓ありますから、結構見応えはあると思うんですよね。まあ、井伊家ファンとかね、井伊直政ファンとか、まあ、井伊家だったら他、誰だっけ、まあ、井伊直トラファンとかね、いましたらね、行ってみたらいかがじゃないですか。まあ、イーケファンとかね。結構面白いと思いますよ。彦根城もいいと思いますけど、イーケだけにいいというわけではないんですけど。まあね、彦根城とかも、まあ確かにまあ私行ったことはないんですけど、まあね、現存天守の、結構しっかりしたお城だとか聞きますけど。まあそれもいいんですけど、豪徳寺もね、いいんじゃないですかね。まあ、実際に皆さん行ってみてはいかがでしょうか。結構東京のね、新宿からも、列車で20分はかかんないんじゃないかな。各駅停車ですから、まあ、20分ぐらいかかるかかかんないかぐらいですし、またね、渋谷方面からも接続はいいですし、原宿からでも行きやすいと。1本で行けるエリアですので。ちょっと渋谷はね、1回三軒茶屋で乗り換えが必要ですけど、原宿とかね、新宿とかでしたら、1本で行きますのでね、結構便利はいいんじゃないですかね。これ外側に出てきた感じですね。
はい、まあ、こちらいろいろと、あ、これ外側って言っても三門ですね。これ重要 文化財かな、重要文化財かちょっとわかんないですけど、世田谷区のなんか文化財扱いなのかな、ちょっとわかんないですけど、結構ね貴重なね建物ありますからね。世田谷ってなんやかんやね結構歴史はありますんで、まあ、世田谷城とかねあった時代もあります。キラー、あ、よりのぶキラーなんたらさん、あ、これ武蔵キラキっていうのかな、欧州キラキっていうのかな、の方ですけど、キラの、一族、まあ、キラの屋敷だと他にもね、神奈川の方にもありますけど、まあ、こちら豪徳寺、まあ、世田谷が基本的に本拠地かな、九品仏とかもそうかな、そういう感じですね。まあ細かいことも書かれてますね、結構歴史はありますが、すごいですね。やっぱ豪徳寺、いや、これ外国の方とか来るのも分かるわ。普通あそこはね大量の招き猫いるお寺って聞いたことあります。そもそも招き猫がいるところも少ないでしょうけど、いやすごい、金もあるし、まさに御三家の塔とかある神社、寺のパワーが分かりますか。外ですね、大慶山でしたっけ、もう3号こちら豪徳寺のお寺名ですね、創道主の寺ですね、狛犬っていいのかな、こんなのがあったんですね。まあ左隅右隅端っこずつ置いてあるって感じです。今回ね豪徳寺でした。まあ豪徳寺のね紹介というかね、多分メイン的にはね東方プロジェクト聖地という感じでいう感じでね、ノリで作ったんですけど、なんか豪徳寺の話についても、豪徳寺自体の話、まあそれはそれで良かったと思いますけど、まあ、豪徳寺メインの主体な話になったかもしれません。まあ東方のね、まあ、超聖地、まあ、有名な聖地かな、東京都内だと、まあ他あったっけ、極端に有名なところパッと思いつかないな、東京は東京で、まあでも東京都心の、まあ、東京23区内でもね比較的ね有名な場所でございますので、ぜひ行ってみてはいかがでしょうか。まあ、歴史ファンの方でもね、特に幕末とか興味ある方は井伊家の墓、井伊直弼の墓もあります。あと、まあ戦国時代だったらね、ちょっとね近くに世田谷城もありますから、まあ世田谷城跡っていうのもあるのかな、ここかちょっとこの周辺かって感じですけど、吉良吉なんとかさん、ちょっと吉じゃない、よりなんとかさんかな、結構、関東キラ家のね、関東キラ家っていうのか、欧州キラ家っていうのかな、の墓もあります、墓じゃない、そういうお城跡もありますし、まあ他にもね、城跡だったらキラ家でしたら、その、他には、関東キラ家だと、あそこかな、ちょっと神奈川の方にもありますけど、それについてはなんかね、別途紹介できたらいいかな、ちょっとね。まあ、いつかね紹介できるかもしれませんが、どこかで紹介したいんですけど、まあ、今回はね、まあ、交通の便もとても良くて、結構観光地で、なんかね春観光地っていうのがいいのかちょっとわからないですが、普通にお墓もあるお寺でございますから、ちょ観光地っていう言い方が正しいのかねちょっと疑いはありますが、まあ結構ね渋いんですけど、まあ渋いんですけどハマるとすごいっていいんだないう感じですか。歴史的な面でも東方プロジェクト的な面でもそれでも結構楽しめるお寺だと思います。いろいろとね意外な発見するかもしれません。皆さんはね行ってみてはいかがでしょうか。あとはねこれから多分特に視聴されてる今はね、動画投稿から結構割と最近ね視聴されてる方、今のうちに行くといいと思います。ってかね今のうちってか今のうちというよりかは2ヶ月後ぐらい11月とか行ってみてはいかがでしょうか。秋の紅葉もう紅葉がね赤くなってるかもしれません。ちょっとね実際にどんな感じなのか、あの秋のね豪徳寺は行ったことはございませんが、行ってみるとねある意味いい名所かもしれません。桜もいいんですよ、春の桜とかね言っていろいろとね桜の名所行ってもいいんですけど、秋も秋で美しい、これはね日本の四季というんでしょうか、そういうのも見られるんじゃないですか。まあ私行った時期はね多分初夏
ていうのかな、初夏ではないかな、でも今で言う初夏、今の時代ではもう初夏みたいな感じなんでしょうけど、あのね、新緑ですか、新緑のシーズンでもございますか、結構ね良かったですね。まあ緑で、緑青々しいというんですか、もうそういう感じです。いわゆる日本はね、四季を大切にする国じゃなくてもね、自然の、まあ四季大切はしますが、自然とこの国にはね、四季折々の風景、そういうのがね見られる。これはね、もしかするとね、豪徳寺はね、一度だけじゃね足りないかもしれません。4度ぐらい行ってみてもいいんじゃないですか。春の豪徳寺、夏の豪徳寺、秋の豪徳寺、冬の豪徳寺行ってみてはいかがでしょうか。まああと東方ファンの方でしたらね、招き猫をね、眺めるのもいいですし、招き猫以外になんかね、何かそれをね見て眺めて豪徳道三家と何かつながってみてはいかがでしょうか。まあ、東方ファンの方でございました。まあ、あと歴史ファンの方ですとね、まあいいけど、あとはね、キラシの花墓とかね、キラシとかなんか関連とか、世田谷の、まあ、重要性はなんかあるのかちょっと分かりませんけど、世田谷の歴史とかのねを考え直すっていうのもいいですし、あとは当時の、まあ、人の流れっていうのですかね、当時の人の気分、あとはね文化的な点でもね見ていくといいのかもしれません。ちょっとねその辺は分からないですけど、まあね、どうでしょうか。豪徳寺立地もすごいいいと思うんで、再三何度も言っちゃいますが、立地はねとてもいいんでね、行ってみてはいかがでしょうか。次回はね普通にね、まともに、まともじゃない、次はね多分次回は鉄道系になっちゃいますが、まあ、あと東方の聖地についても次回はね当分ないかな。次あるの、次はもう諏訪かもしれません、諏訪大社かもしれませんが、まあね、諏訪になったら結構先になると思いますけど、随分首を長くお待ちください。まあね、こんな感じでございました。東京都世田谷区豪徳寺にあります、豪徳寺行ってみました。ではね、ここまで長い動画でございましたが、ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、スーパーチャットをお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。またの次回でお待ちしております。